今日は名古屋に来ておりますよ。名古屋ですよ。名古屋です。先週は大阪行ってましたよ。ちょっとコロナ禍前みたいな再びができる環境がちょっとずつ戻ってきてるのは嬉しかっすね。ぐらいのワンマンライブになりますけれども、皆さんがですね帰るときにちょっとでもこう心が温かくなって帰ってもらえたら嬉しいなと思います。精一杯届けますんで最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。嬉しい楽しい悲しい悔しい誰もが浮き添う世の中であなたは見失っていませんか。もしもこの声が聞こえたら嘘でも笑ってみませんか。この想いは今あなたへ続いてる。この想いを今あなたに届けたい。改めまして千代田秀典と申します。1972年4月6日生まれ、大阪市に生まれ、大学全部を越して寝台特急さくらで東京に上京したという形。もう東京が33年になります。で、まあ親がやっぱ大学行けと責めて、西高せっかくいたんだから行けよって言って、俺の学力で受かるとこないなと思ったんですけど、あ待てよ、バンドの他のメンバーがですね、一緒に高校の時にやってたメンバーが、もううちら東京行くばいって言ってて、千代田どうするって言われて、いやーそっかそっかそっか、あ、わかった、東京の大学受ければよかやんと思って、東京の大学行って受かったら、まあ父ちゃんの顔も立てれるし、バンドのみんなと一緒にバンドもできるって。でもね、そんなあの物事うまくいくわけもなく大学全部落っこちたってことで、もう腹をくくって親父にですね、父ちゃん全部あの一生懸命頑張ったよって、本当なんか鉛筆転がしてこうマークシート書いてるぐらいな感じだけど、頑張ったやっぱりダメやったって、もう一浪もする気はないけど、もうあの東京にみんなと行くっつって、でそんな簡単にプロなんかなれるわけなかろうって言われて、そこでカチャンってきて、バーンってしてみなきゃわからんもんって言って、親父にちょっとあのもうそこで言い争いになって、母ちゃんがもうやめちゃやめちゃやめちゃみたいな、こんな感じになってですね、まあ東京行って、まあ運よくですね21の時に東芝 EMI からチェイスという2人組のユニットでメジャーデビューさせていただいて、まあ、一応あの親父との約束はそこで果たせたかななんて思っているんですけれども、親父にあの喧嘩してまでもあの貫きたいという思いもこうあの揺るがないというかですね、きっと皆さんの中にもね曲げられないルールがあると思います。ちょっとそんな歌でございます。聴いてみてください。ルール。一人で夜明けを探しに行こう。黙っていても日はまた昇るのだろう。きっと社会のルールに逆らえはしないのだろう。だけど僕は知りたいんだよ、この目で耳で指で真実を確かめたいんだよ、答えが欲しいんじゃない、正義とか悪でもないんだよ、例えば笑顔の裏に隠された涙があるって、どんなに苦しいんだろうって思う。涙と同じはずもないくせに、
わかったつもりで膝を抱え込んでいたよ。時の流れに何を期待してたのだろう。決してあの日の嘘を取り戻せやしないのに。だけど君に会いたいんだよ。代わりにはなれないとしても、その痛みを感じたいんだよ。何ができるのかわからない。過ちが消えるわけもなくて、たとえ許されないとしても、君がそばにいなくなるってどんなに辛いことなんだろうって思うんだ。そうそう、21の時に東証 EMI と、事務所がヤマハから、デビューをさせていただいた、メジャーデビューをさせていただいたんですけども、ね、あ、これで俺も売れるみたいな。その時ってすごいバブルの、こう、なんていうんですか、音楽業界まだ、お金が有り余ってた状況だったんですね。で、CD もすごい売れてた状況で。で、銀座ジュワイヨールクチュールマキの CM とかになるとですね、これ、そういうのをレコード会社取ってくんないかなとか、100万枚とか売れるのになとか。それは12万枚しか売れなかったんですけど、まあ、プロに、なってからの方がやっぱり、大変で、まあ、いろいろ事務所も変わり、レコード会社も変わり、で、メジャーから外れて、マネージャーと二人で二人三脚でやり、で、そのマネージャーとも離れ、今全くフリーランスで十数年やっているんですけれども、もともとこうやってね、弾き語りをするようなスタイルではなかったんですね。で、27ぐらいですかね、その時のマネージャーさんが、ちょっとライブ、弾き語りのライブでもやってみようよっていうところから、僕全然ギター弾けないですよ、大丈夫大丈夫って、おだてられて、はい、まんまと乗ったさんなんですけども、でもね、おかげでこうやってギター一本持って全国回れるようになったのもそのマネージャーさんのおかげかなちょっと思っていますが、まだそのギターを持って曲を作り始めたばっかりの頃に、若い20代の多分後半ぐらいに作ったと思うんですけど、この道の向こうにというね、メッセージソングを歌ってみたいと思います。
光なら僕は君の影になろう。振り向けばいつもそこで君を見つめてる。君が嘘を望んでも僕は真実をあげる。悲しみさえも二人なら思い出にできるさ。会えない夜を超えて愛にたどり着くよ。暗く果てない夜空が朝に出会うように。会えない夜を超えて君を抱きしめたい。もう一人にはしないよ。いつもそばにいるよ。明日がもう明日世界が終わっちゃうよみたいな、明日来ないよって分かってたらこれどうすっかな。もし明日がないとか分かっていたらどう振る舞うのかななんて思って作ったラブソングがあります。祈りという曲です。ひげ時はなぜ繰り返すの。その訳を教えて。これ以上何もいらないから、明日をください。神様願いを叶えてよ。こんな世界を笑ってよ。巡る時代の中で僕はあなたと出会えたよ。どんな未来を語っても今見えなくて、この全てが灰になっても永遠に忘れたくないのさ。
見ても叶わぬことがあるとしても、それでも僕らは今日もまた空を見上げてしまうね。いつまであなたと一緒にいられるんだろう。初めてキスした日が昨日のようによみがえる。 Time flies like an arrow。 この全てが灰になっても、どうか僕のそばにいてほしい。あなたと過ごしたこの日々を忘れたくないのさ。ちょうどレコーディングをですね、年末もやってまして、で最終のその録音作業がもう今日最終日だっていう時、12月の26日だったかな。で僕スタジオに入ってたんですけど、で珍しく親父から着信が残ってました。佐賀の親父が、うわ、なんかあったかなって、ちょっとスタジオ出て電話したらですね、なんか母ちゃんが倒れたっつって、大丈夫っつって、いや、それはさ、ここでさ、ちょっと目離されん状況でさ、マジでって。で、まぁ、ちょっと年末片付けなきゃいけない雑務があったんで、それを終えて、実は1月1日の朝1便で、佐賀に戻ってまして、まあ、母ちゃんずっと横になってて、で、親父もなんかね、なんか腹痛い、体調悪いって言って、それさ、ちゃんと調べた方がいいよって。で、親父、俺車乗せてって、で、体調検査やったら、ポリープが18個見つかって。うわーみたいな。で、まあ、もうちょっとだから、ちょっとこの、あともライブの合間を縫って、佐賀に行ったり来たりしなきゃいけないんですけれども、そうなんですよ。なんか、いや、まあ、いつかはね、来るとは分かっていましたけれども、で、母ちゃん結局、もうちょっと僕腹くくってるんで、まあ、今言うんですけど、まあ、ガンだったんですよ。で、ステージ4の方です。無症状。で、77、親父が80なんですけど。で、そうですね。まあ、母ちゃんは僕が何ですか、東京に出るって言った時も、全然反対しなくて逆に応援して、あんただったら絶対プロになれると私は思ってたよって言ってくれるぐらい、すごく一番の応援者だったんです。で、親父はその逆に頑固もんで、俺が売れてもね、そんな、よかったなみたいな、こんな感じの親父じゃなくても、その九州大地、佐賀のあの堅物な感じみたいな、そんな、ね、ところなんですけど、その親父もなんか、あと何時間かな、ちょっと手術しなければいけなくて、もしそれが、癌だったらダブルで来ちゃってですね、これは大変だと思って、これをどう受け入れてどう乗り越えようかっていうですね、本当に最大の難関が訪れているんですけど、まあでもできることをね、いくつずつちゃんと向き合って、弟と向き合って協力しながらやっていけたらいいかなとは思っておりますけど、次に歌う曲もその名も翼、サブタイトル痛いの飛んでけという、なかなか大人になると心身ともにこうきつい時にですね、子供の時みたいに親からね、周りの人から痛いの痛いの飛んだけなんて言ってもらえないんですけども、でもそれは泣きたい時もあるさね、一人ぼっちでもう逃げ出したい時もあるけど、でもなんか音楽だけはこういつもそばにいてあげられる存在なんじゃないかなと、そう思って、今何かと戦っている皆さんにこの歌をお届けしたいと思います。そしてちょっと九州の母ちゃんにも父ちゃんにも、ね、届くように念を込めて送りたいと思います。聞いてください。翼、痛いの飛んだけ。俺だけ何
で私だけ神様がくれたいたずらに負けそうな時もある。それでも不安と戦ってるあなたよ、どうかその素敵な笑顔をなくさないでください。痛いの痛いの飛んでけ、痛いの痛いの飛んでけ。何もできなくて何も見えなくて、このまま当てもなくどこかへ逃げ出したい時もある。それでも不安と戦ってるあなたよ、どうかその胸の灯火が全て消えませんように。痛いの飛んでけ、痛いの痛いの飛んでけ、あなたに届けと風に乗せ唱えた今日昨年の10月にですね、この名古屋で、私の卒業した高校、佐賀県立佐賀西高等学校、の去年10月にこの名古屋で中部地区の佐賀西高の先輩後輩方々が集まったその、会合でですね、ちょっとご縁がありまして、そこで、歌わせていただく機会がありました。でそこで出会ったですね、姉さんが姉さんだってその日に初めてやったんですよ。初めてやって、初めてご飯食べて、よっしゃ、ちわちゃん、ちわたくんもなんかさ、知らん人にもっと聞いてほしいけど、私ちょっと一肌脱ぐわって言ってくれて、ね、酔っ払ってやったけんちゃんと覚えてやるかなと思ったけど、ちゃんと、はい、こういう形にしていただきましてですね、本当にまずマギネに拍手、マギネありがとうございます。よし先輩去年まで千綿さんの存在すら知らなくて、私先輩のくせにちょっと紹介してもらうまでね、で声聞いたら、あ、すごいいいなって。で歌もね、楽曲良かったし、でもなんかそんなにね、こう出てきたばっかの人じゃないから、もうそんなにずっとファンの方とかいるのかなって正直思って、すごい本当にね、恐れ入りました。おかげさまで満席で大盛況で、大成功でということで、はい、じゃあ、はい、10円玉を積んで公衆電話まで、あ、あと3枚しかない何話そう、あと2枚しかない、ピーピーピーっていう、はい、行きます、はい、はい、行こう、はい、はい、ありがとうございます。